ニコニコボートレース部全開入り in 下関チャレンジカップ、はい、ということで始まりましたけども、今日は天気がいいんですが、天気がいい割には風があって寒いというね。さあ、我らが大竹飛鳥さんでございます。大竹さん、おはようございます。我らがデジでございますよ、本当に。どうですか、どう過ごしてましたか。帽子いいじゃん。帽子いいでしょ、うん、ありがとうございます。お、今日も綺麗ですね。ありがとうございます。下関の水面どうでしょう。24番目に好きです。24番目っていうことは最後っていうことですか、うん、なんでですか。なんで、なんでですか。相性が、相性あんまり良くない、はい、ちょ期待してますよみんな。いやいや、そろそろちょっと大竹飛鳥も暴れてもらわな困るな言うて。大丈夫ですね、うん、大丈夫ですね、うん、じゃあ意気込みをお願いします。24番目に好きです。いやもう最低。頑張ってください。ありがとうございます。はい、おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます、はい、さあやってまいりました下関、はい、チャレンジカップ、その通りチャレンジです。チャレンジですね、はい、どうですかリズムは。チャレンジします。チャレンジします、はい、下関どうなんでしょう。下関好きですよ。好きです、うん、じゃあもう問題なく、わかんないですけどチャレンジします。頑張ります。頑張ってください、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、竹井さん、おはようございます。いっぱい持ってましたね。もらったんですか。ありがとうございました。さあどうですかこの下関は。久しぶりなので、おう、ちゃんと鳴らしてからレースに臨みます。ちゃんと鳴らしてからでどういうことですか、はい、全県日に乗りまくろうと思います, 乗りまくろうと思います、はい、でもナイターですからね、はい、これまた違った雰囲気ですね、チャレンジカップ。夜走れますかね。夜走れるでしょう。竹井奈美ですよ、はい、いやいやいや、頑張りま す, ですか。いやでもどうですかこのレディスチャレンジカップも、ちょっと稼いでいきたいですね。そうですね、うん、はい、年末に向けてはもう、はい、優勝しかなさそうな感じなので、お、はい、優勝狙っていきます。いいですね、はい、もうガンガンいく。はい、頑張ります。わかりました。じゃあファンの皆様に一言お願いします。いそいそ気持ち込めて、前目指して走ります。わかりました、前目指して走るのね。一着目指してじゃなくて前目指して、イコールです。イコールです、はい、ありがとうございます。はい、三浦さん、おはようございます。どうですか下関は。好きです。好きです、はい、ナイター、下関相性どうですか。いい感じですか。ナイター初めて来ました。あら、ナイターになってから初ですか。はい。あ、じゃあちょっとそれも感覚を試しながら。そうですね、チャレンジカップですけど、はい、頑張ります。頑張ります。なんでそんな控えめなんですか。いえいえ、なんでこれ遠藤さんも一緒やったんですか。駅で会ったんですか。はい、駅で会って、はい、乗してやるわっつって、男気で買って払いました。男気で、男気で、ああ、それ負けたって言うんですね。勝ったんです。勝ったんですね、わかりました。引けそうですか、絵の。いや、どうせ残ってないです。どうせ残って、言い方よ。あ、そうそう、言い方。その中でも、はいはい、そうですよね、はい、じゃあもうちょっと意気込み一つお願いします。いいの引きたいです。頑張り、いいの引きたいです。中でもね、中でも、残ってないわけじゃないですから、はい、ありますから、ちゃんと、はい、お願いしますよ。遠藤さん、持ってきました、これビューティフルドリーマー。ありがとうございます。そして、遠藤さん、はい、なんと、はい、お知らせがあります。はい、何ですか。ビューティフルドリーマー、はい、遠藤さんの釣り企画、はい、来年も決定しました。やった。本当ですか。嬉しい。もう遠藤恵美世界を釣るというタイトルでこれ、あ、お願いします。やらせていただいてよろしいですか。すいません、はい、カジキ釣れるまでやめません。あ、やった、嬉しい、はい、ただ釣れるとこ一つだけ問題があります。はい、はい、いつも相方を変えてください。え、次回も変えてください。今井美也選手、うん、小野聖奈選手で釣れんかったんで、はい、次誰か考えといてください。誰か、樋口さん、はい、樋口さんでいきますか、はい、こっちももう船から場所からちょっと改めて考えます。三重県。なんで三重の。なんか調べたら三重県にカジキ、うん、めっちゃ調べてるやん。でそれも いろいろ考えてやりますんで、はいはい、お願いします。よろしくお願いします、はい、そんなことよりも意気込み一つ。あ、頑張ります。頑張ります。お願いしますね、はいはい、ありがとうございます。頑張ってください。嬉しい。さあ決まりましたから。はい、山木さん、はい、どうですか下関の相性は。はい、初めてです。じゃなかった。久しぶりです。何年やってると思ったの。ノリ的に、ね、泣いたは初めてです。初めて。 それ言いたかった。あ、これいいですね、はい、チャレンジカップこれ取りたいですね。うん、まあ、いいレースしたい。いいレースしたい。じゃあちょっといい意気込みをお願いします、はい、そうですね、いいレースします。いいレースします、はい、いいレースしてください。お願いします、お願いします、はい、プレゼントがあります。わー、はい、見よったよ。見た。全然面白くない。 DVD になる。全然面白くなかったで。どういうことよ。いや全然違う。あんたがずっと寝てるからでしょうよ。いや、もっと面白くできた。あなた何時間寝てたのよ、船の中で。いや、めっちゃ最高でしたよ。いや、もう本当お願いしますよ。出た本人は楽しかったですけど。いや、出た本人は見てる方は多分楽しくない。なんでだよ。ただ、そんな楽しくないこの、はい、釣り番組がですね、見てください。なんと来年も遠藤恵美ちゃん決まりましたんで、はい、
申し訳ない、相方は変わるんですよ。あ、じゃあちょっと陰ながら応援します、はい、もうカズキが釣れるような人連れてこいって言ってますんで、はい、船の中でずっと寝ない人を連れてこいです。そうですね、はい、そんなことはいいんですよ。島田関ちょっと意気込みお願いしますよ。はい、 SG の方に出れるっていうことを、うん、はい、そうですよ、はい、しっかり勉強して帰りたいと思います。またまた A の引いちゃってくださいよ。はい、ね、頑張ります。いや、いいですね、はい、頑張ってくださいよ。ありがとうございました。はい、頑張ってきます。あ、準優優勝戦出たらすごい盛り上がるな。おはようございます。さあ、下関の意気込みを一つお願いします。はい、頑張ります。ありがとうございます。